なんだかすっごく眠い。まあ、なんか眠くなりそうな音楽かかっとるもん、ここ。リアルタイムで流れよるか知らんけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで夏の月13日。はい、今日はね。今日じゃねえ。ちょっと待って。とりあえず、今日は、ちょっと待って。はい。まず、いつも通り、あ、鶏をしまい忘れている。鶏をしまい忘れている。さ、大変大変。もう結構でかくなったことないトウモロコシ。でもね、まだできんのよね。よいしょ。トマトもできない。え、マジでさ、夏の作物できるのめっちゃ遅くない？一回通りぐらいしかできんのじゃない？そんなことない？え、毎日水やっててこの状態なんだけど。え、てか外でもちゃんと卵産んでくれたんやね。ありがとう。あ、ひまわりがもうすぐ咲きそう。めっちゃいいやん。あとこれなんか開いていくだけやろ。緑の部分が。ふぅ。いいっすね、いいっすね。はい。まあ、とりあえず、はい。よしよし、コッコ。今日も元気だね。あ、ってことはもしかして昨日の分の餌が残ってる。そりゃ残ってるよね。ずっと外にいたんだからそりゃ残ってるよね。いやーびっくりだわ。てかまだ家できんのかな？遅くない？え、あれどれぐらいやったっけ？一週間ぐらいじゃなかったっけ？まだ経ってない？そんなに。え、なんかもう体感的にはめちゃくちゃ経ったんだけど。え、めちゃくちゃ経ったんだけどまだ経ってないんすか？遅いよ。いろいろと遅いよ。とりあえず今回はね、家の中の家具を買っていこうかなと思うんやけど。ペンターさん早く来てくれんかな。でも家のとこでも、あっこでもね、ちゃんと家具とか買えるっていうのはめちゃくちゃいいよね。モグモグ。あっちに誰かおった。どうも、何やってんのこんなとこで。え、こんなところに何か用がある？絶対用ないやん。勝手に決めつけるけど絶対用ないやん。どれぐらいの時間から活動してくれよんかな。10時ぐらい？じゃ一旦10時ぐらいまで寝よっか。多分みんなそれぐらいから活動しだす人が多いと思うよね。はい、おやすみ。よっと。はい、ってことで、来た、ペンターさん。ん？どこだ？こっちか。おったおったおった。よく来た。どうも。おう、大工屋トンテンカンだ。何か頼みに来たのか？はい。家のものを買う。買うなんやけど、これがね、私、どこでやるんかがわからんくって、だいぶ遅くなったんやけど、じゃん、のび太シリーズ。これが、ドラえもんの、このゲームの早期購入特典で、ゲットできるという。え、何個も作れるの？あ、とりあえず全部、一個ずつでいいよ。すべて一個ずつでいいよ。これでね。まあ、わかると思うけれど、あのお部屋が出来上がると、また来い。これでもう全部手に入ったんかな？こんな部屋やったっけ？こんな部屋やったんか？なんか、自分の部屋がどんなんだったかが全くわからないんだけど。え、てか、家具はどうやって出すんだ？あ、そっか、道具？大事なもの。道具、道具、道具。え？道具はどこ？あ、そっか、あっちか。え？どうやって出すの？道具。道具っていうか、道具、あ、あった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 。
この辺全部あるやん。ちょっと待って、とりあえず、あ、そっか、そういうことか。こんな部屋やったっけって思ったけど、あれやんね。多分壁と床は自動的に変わっとるってことか。なるほどね。なんかこんな色じゃなかったような気がするもん。めっちゃそんな気がするもん。で、のび太の布団、おなじみのび太が使っている布団に似せて作ってもらった特注品。これを置きましょう。え、どうやって置けばいいのこれ。あ、そっか、そういうことか。ここで普通にやっていけばいいってことか。のび太の本棚。のび太の部屋の配置とかが全然わからんねえけど、ちょっと待ってね。とりあえず、この家具しまって、邪魔。これもしまって、こっちの方に机があったんかな。は、この辺合ってる位置。よいしょー。ふ、ベッドがあった位置に。本棚はこの辺は、見えねー。ちょ、待って、とりあえず布団敷いとこう。布団真ん中よね。これどうやって回転させるん？回転とかできん感じ？なんか適当にこう、こう、自分が動かんといかん感じですか？あ、この方向で、この辺？なんかもうちょっとさ、もうちょっとさ、いい感じに真ん中とかになった、この辺？あ、いいね。いいね。でもあれなんや、しっかり布団の上とかは通れんのやね。通れんのやね。で、この家具の位置に、のび太の本棚。え、どういう感じ？本棚。全然置けんくないこれ。どれぐらいの大きさまず本棚。て、結構でかい？全然置けんねやけど。なんか結構なでかさな気がするな。ちょ、待って、この辺、とりあえずのっけて、ちょ、これものっけてしまおう。置ける？あ、置けない。でもなんかあの辺じゃなかったっけ？なんか一瞬しか出てこん。結構なスペースを取るわけですね。これは。これは。難しいやつ。え、てか向こう側から、方向が変わらんのか。なんか超邪魔じゃない？超邪魔じゃない？なんか。あ、てか椅子とかも置きたいし。しかし方向が。ちゃんと座れるんかな？座れることはできんのか？こっち向きでいいかな？こっち向きでいいかな？なんか置いてから動かせないものかしら？これ座れる？あ、ちゃんと座れるんや！すげえ！ちゃんと座れるってことは、やっぱり方向をちゃんとしたいね。ちゃんとしたいね。これで回転でき、自分が回転した。自分が回転した。これで、なんかこう椅子の、てか、これマジで邪魔なんよね。これマジで邪魔なんよね。自分が方向が変わる。これで、めっちゃそーっと動くんやけど。なかなか。え、だって向こう向きに置けんくない？これ。どうよ。向こう向き。は。いや、やっぱりもうこれは、こう置くしか。もうこれいいよ。これでいいよ、もう。本棚がね、置く場所がないんですけど。で、この場所に置いたら、これ向きさ、本当に、あれなの？片方の向きにしか無理なの？ここに置くしかないやん。
のび太の部屋ってこんなんやったっけ？ちょ、待って、布団どこ行った？のび太の布団。あ、出た。出た。横向きに置くのが一番。いや、しかし。あ、でも横向きぐらいしか難しいなぁ。のび太の部屋を再現したいんですが、私。のび太の布団って部屋の真ん中にあるよね。これで全部？もうゲットしたやつ。多分、全部だね。よし。オッケー。こんな感じで、ちゃんと座れる。で、ここは別になんもなく、あ、家具をし、あ、そっか、それはそういうことか。で、これちゃんと寝れるけんね。ちゃんと寝れるけんね。あんな感じで、のび太の部屋。のび太の部屋なんか、見本的にはね、もっと綺麗にできとったんよ。あの、ホームページに、ホームページ、公式のホームページに、ちゃんと見本があるんやけど、それではきっちりできてたの。何？休憩しに行った？いなくなったんだけど。あ、いた、いた。いい場所だな。天気がいいとよりよく見える。なるほど。なるほど。そういう感じです。なんかな、なんかな。ちなみになんか定期的にね、定期的に、そう、お猿さんが現れるんだよ。じゃあ私、お猿さんに、お猿さんどこだ？ピチョンコか。とりあえず、そこまで。どこでもドア。なんか一人減った。どうもー。いい天気だと森の散歩くらいしたくなるな。あ、森の散歩くらいしてもいいと思うよ。あー、びっくりした。でかくなったと思った。あれ、お猿さんいないんだ。いた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 。どうも。よしよし。かわいい。とりあえずね、一日に一回お猿さんに挨拶するようにしようよね。なんか、イベント、前のイベントから現れてくれるようになって。興味深そうに受け取ってくれたぞ。よかった。一人で食べるの？家族で分けたりとかしないの？その場で食べたよね、今絶対。ちゃんとしてよ、そこ。だって、こないだお母さんはさ、子供にちゃんと分け与えよってよ。私はついてきたんかと思った。めっちゃついてきたと思った。さ、そして、大樹の根っこの方もね、もう、なんだかすっごく眠い。まあ、なんか眠くなりそうな音楽かかっとるもん、ここ。リアルタイムで流れよるか知らんけど。リアルで流れよんかどうかは知らんけれども。とりあえず、一日に一回、お猿さんと、あと、女神様には挨拶をしに行って、有効度を上げていこうかなと。あれなんかな？他の街のキャラクターたちと同じように、お猿さんも有効度を上げていったらイベントがあったりとか、するんかな？そういう感じ？そして私はスタンプを集めたいんだけど、何？今休憩中？休憩中かもしれない。あれ、そういえばさっきさ、先生、めっちゃどっか行きよったけど、お休み？あ、いない。え、誰もおらんやん。何？物騒だな。え、めっちゃ物騒じゃない？土曜日。あ、違う。日木。ああ、定休日なんか。なるほどね。なるほどね。生姜を拾った。とりあえず拾ったものを、バシバシと、売りさばいていく。あ、てか、この時間はもうどこもあれか、営業、終了している。私が家具を並べるのにめちゃくちゃ時間かかったから。え、だってあんな風に綺麗に並べれんもん、私。回収したね、君。私今日何も出荷してないじゃねえか。何も出荷してないじゃないか。帰る前にちょっと寄ってきちゃった。どこに？うちにってこと？
別に全然いいけどさ。てか、すぐ雑草、いつ出来上がるとかそういうの言ってくれないの？資材、牧場のもの。牧場のものって何？養蜂箱。よく来たな。養蜂箱？蜂？蜂が育てられるってこと？蜂蜜がゲットできるってことやん。めっちゃいいやん。超いいやん。あ、そっか、こんな部屋にしたっけ。もう普通に忘れとった。だいぶ雰囲気変わったね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもなんか家具並べんとわからんかったけど、のび太の家、部屋の壁と壁紙ってこんな感じだったのか。全然覚えてない。